海の日の今日、松崎町で砂浜や浅瀬にまかれたサザエを取る毎年恒例の雲見温泉サザエ狩りが開かれました。サザエ狩りが行われたのは松崎町の雲見海岸です。子どもたちは開始の合図とともにお目当てのサザエ目指して一斉に走り出しました。今日はおよそ800人が参加して砂浜や浅瀬にまかれたおよそ4000個のサザエを拾い集めました。5個ぐらい上がってきた。楽しかったです。このサザエ狩りは無料とあって、大人の部は子どもの部以上にヒートアップし、激しい争奪戦が繰り広げられました。はい、1個取りました。1個だけ。イエーイ。あの中で6個取るの大変じゃなかったですか？いや、沖の方はもうまだまだある。あるけども、息が続かなくて。大量です。いただきました。20ちょっとぐらい。楽しいです。また来ます。松崎町の観光客数は年々減少傾向にあるということで、地元の観光協会では、サザエ狩りが思い出として残り、また松崎町に来たいと思ってもらえればと話していました。